ございます。これ男性の方ですね。志村さん、カジさん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。さて、そもそもインターコミュニケーションズさんって、女性向け、特に BL のドラマ CD を多く発売していますね。そうなの。そうなのよ。そうなのよ。なんで急に。志村さん、カジさんのファンをやっているものとして、BL CD もぜひチェックせねばと思うのですが、実際に聞くと、男友達の見てはいけない、聞いてはいけない声を聞いたような規模になっていたたまれなくなります。どうしたら恥ずかしがらずに聞けるようになるでしょうか、ぜひご教授くださいませ。ということで。すごいね。ありがたいですね。ありがたいんだけども、なんだろうな。やっぱりね、なんだろう、男性ファンの方に BL CD を聞いてもらうっつうのはちょっと改めて考えると恥ずかしいよね。ちょっと聞かれる方も恥ずかしい、恥ずかしいよね。うん、でもどうですか、その一番最初に BL 作品に出る、まあ別に絡みがない役だったとしても、その、まあ、同じ空間に行ってその、お芝居を聞いてたりするわけじゃないですか、どうでした。俺一番最初絡んでたんだよね。最初から最初から最初はもうドラマ CD だった。最初からドラマ CD だった。お、最初からドラマ CD で、いやー、ちょっとやっぱなんかこうドキドキというかね、ドラマ CD じゃない、思い出した、ゲームだ。その前にゲームがあったですよね、普通ゲームですよね。そうそう、ゲームゲームがあって、いやー、なんだろうね、やっぱり恥ずかしいし、どうしたらいいのか分かんなかったね。そう、やっぱね、僕らも今じゃね、こんななんか普通に、こんなラジオやってるってわけじゃないけれどもね。まあやってますけど、やってますけどね。でもね、やっぱ最初はね、オーディションみたいのがあって、なんかゲームだったんですけどね。ああ、俺もオーディションだったような気がするな。確かそれでなんか何にも言われずにその原稿渡されて、こうスタジオ入って、ちょっとそういうセリフもありますみたいな、これどうやって思えばいいのって、若かりし僕、まあ、ちょっと年は伏せますが、いやー、でも俺も一番最初にそのゲームのやつをまあもらって、あのオーディションではそういうセリフはなかったんだけど、ゲームになったら、まあ前々から情報はもらってたからね、なんだけど、やっぱりなんだろう、こう一字一句間違えちゃいけないのかなっていう気になったりとかずっとしてた。あ、例えばこう、何出してんのあんた。違う、そう書いてあ、例えば、あんって書いてあったら、でもその通りやんなきゃいけないのかな。俺も今でも比較的そうですよ。俺も比較的そうはしているが、あはふんですよね。そうそう、一応あの相手の方がね、今どこまで行ってんのかなっていうのが分かんなくならないようにとは思うんだけど、そう、いやだからそんなね、どうやって克服とかそういうことじゃないよな。まただから18禁のね、そういういやらしいやつともまた違うじゃないですか。そうだね、なんかね、大抵そっちってこう攻めじゃないですか。まあね、そうだね。でも僕らウィールって基本受けじゃないですか。そうなんだよ。だから余計わかんないじゃないですか。わかんない、そんな感じでやってるよ、ミワンさん。そうだ、あの、いや、そうじゃないだろ。どうやって克服したらいいですかっつうことでしょ。じゃあ一回自分もやってみたらいい。おい、いや、だからやることによって抵抗が抜けたじゃないですか。だってやってみるって一人でやるの。だからミスティなんかもさ、この人も、わかったわかった、ミスティ来て学校行く、あれだ、男祭りでみんなでやってみたらいいんじゃね。隣の人と組んでくださいっつって、20人いたら10組できますからね。そうだね、俺ら合わせて12組できるからね。11じゃね。あ、11だ、間違えた。あ、でもほら、算数じゃんかよ。スタッフもいっから、スタッフの今の、あ、だからプラスだ、揃った動き、プラスだ、もう10、あ、そっか、つった時みんな頭をガクってなった。すごい揃ってたよ。俺ね、ほんとね、自分ダメ人間だ、ダメ人間だってずっとね、今までへこんでたんだけどね、なんかラジオミスティのおかげでね、ダメ人間でもいいんだって気分になれるの。そうなんだよ。よかったんだよ、ね。よかった。そう。だからね、じゃあ男祭りをぜひ開催して、そうだね。その時に11組でね、みんなで、せーのでやりましょう。男祭りに関してさ、さっきお便り読んでて思ってたんだけどさ、女性からもなぜか男祭りやってくださいっていうの来てんだよ。そうなんですよね。それ何なんですかね。なんでなんだろうね。やっても来れないのにね。あ、あれかな、 DVD になるのを楽しみに待ってんのかな。いや、それ試写はダメじゃね。だから男祭り、ダメじゃね、多分ダメな感じだと思うよ、多分。だから多分この男性にもこのね、ミスティの輪を広げたいんですよ、きっと。まあ確かにそれはあるわな、なんてファミリータイプなラジオだこと。っていうか誰が聞いても多分面白いと思うよ。お、そうだよ。そうだよ、だってダメ人間のこう会話をただ単に流してるだけだもん。なんだろうね、こう多分聞いてる人は上に立てるよね。上に立てる、気持ち的にね。あの、あ、
こんな人たちいるんだ。私たち大丈夫って。大丈夫、私大丈夫とか、俺大丈夫って思えるよ。自信を取り戻せる。自信取り戻せるラジオ。そんな番組なんじゃない。そういうこと。はい。そういうこと。そういうこと。